皆さんこんにちは。人生100年時代、生き方改革提唱者のままです私たちは100歳まで生きて、多分80歳までバリバリと現役で働く世代となります。その理由はというと、もし皆さんが60歳や65歳で定年退職をした場合、100歳まであと35年から40年という時間があるわけです。その年35年から40年間の生活費だけでなく、 年を取ると医療費がかさむんですねその医療費まで賄うだけの貯蓄または権利的収入不労収入を生み出すような資産投資をあなたは持っていますかということなんですねですからぜひ今皆さんが本業があってそこからお給料をもらって生活費を賄っている間に今若い間にいろいろな投資副業兼業 そういったものをやっても本当にこれは何がどうなるかわかりません。本当に投資の世界って千蜜なんですね。千個やって多分三つそこから芽が出てあなたが六十歳七十歳になった時にその例えば家賃収入であったり株の配当であったりそういったものを得るように今から失敗して勉強して学びましょうということで、えー、このちょっとだけ。 毎日ちょっっととだけ自分をを変えててみみようといういことをやってみます今ああやってお話をしましたけど皆さんが急に明日トレーダーになったり大家さんになったりっていうことはないんですね。なったとしても明日すぐにミリオニアになるっていうこともありません。まずは時間がかかります。でそれを昨日は1年3年5年7年の法則ということでお話をしました。皆さんに心構えそして現実的な 予測期待を持ってもらおうと思ってお話をしましたで今日はじゃあそれを元にあなたは自分の未来像をどのように変えていけばいいのかということをお話をしますこれは昨日お話ししたことの逆算をしてもらうということです逆算をするで今日からお話をすること目から鱗になった役に立ったと思った方は皆さんの facebook 上でこれをシェアしてください もし YouTube でもご覧の方はチャンネル登録をお願いしますでどういうことかっていうとまずは皆さんが今何か夢があるわけですねまたは希望がある今から7年後に例えば子供をスイスの全寮制の学校に送りたいまたはスイスまで行かなくても東京や大阪にある インターナショナルスクールに子供を入れたいとか、または子供のスポーツ留学をさせたい、まあ子供ばっかりになっちゃいましたけど、別にあなた自身がこうなりたい、世界中飛び回るような生活をしたい、いろんなことがあると思うんですね。今のこの配偶者と別れて自分の自由な生活にしたいとか。ですからそういうことまず7年後自分はどういうことをやっていたいかっていうのをまず書いてください。昨日言いましたよね。 今あなたが思ったことを7年間続ければあなたが今まで手にしたことがない収入を手に入れる可能性がありますと言いましたからじゃあこの7年後あなたはどのような今まで手に入れたことがない収入今まで自分が夢にしか描いたことがないライフスタイルをまず7年後を書いてください。 で次年年後5年後って何て何言いました今のあなたの本業のフルタイムの仕事が多分5年後には得るかもしれないということを言いましたからじゃあ5年後あなたの今のフルタイムの収入どれだけを5年後に達成したいかを書きます。で次に3年後3年後っていうのは今あなたが今日から始めたいっていうものがあったらそれがちょうどパートタイムの 収入になるということを言いましたからじゃあ3年後はいくらの収入になるかということですね。そして今度逆算の1年目ちょうど今2019年1月ですからこの1年後12月今年の大晦日 ちょうど「紅白歌合戦」見ている時には今あなたがやろうと思っていることの業界大体一通り分かってきた例えばあなたが私のように大屋産業をしたいのであればこれから1年間かけて達研の勉強して達研の合格しているもしあなたが、まあ、保険 保険,保険レディーになりたいのであればこれから1年間保険の勉強をして、まあ、どうでしょうねアメリカだったら保険を売る人も国家試験の,あの保険の ライセンス免許がいるんんですけど日本の場合は分かりませんただもしかしたらああいうなん,かなんとかレディーとかってね保険のレディーになった時には保険会社の方からあなたに FP になるためのライセンスとかの勉強の支援をしてくれると思いますからぜひ FP になるようなファイナンシャルパランナーになるような資格を取ってみてください。そういった意味で あのこの1年間どういったことをやるか大みそかにはこのライセンスを取っているもしネイリストの方だったらそのネイリスト協会の資格なんか B ランク C、A ランクってあると思うんですがそれを取っているもしあなたがアロマセラピストであればアロマは分かりませんがとりあえずヤングリビングとかドテラとかのまあ、製品とかを勉強して自分でブレンドできるようになっているとかなんかそういったことを目安にそうするといよいよこっから逆算していきますねまたこの1年間の中で12月にはどうするじゃあ11月はどうする 10月はどうする9月はどうするっていう感じでこの今1月もあのもうすぐ月末ですけれどもじゃあ1月31日までには何をやっているかということを皆さんやってくださいまあ、私も今今年新しいことをまあ、去年から仕込んでるんですけど今年からいよいよ自分でも実践をしていきますそのためにもその実践のための特別な もの特別なプラットフォームとかそういったものを例えば今週末も買いに行ったりとかやっぱり先行投資いるんですねまずお金をそういう先行投資をしてそしてその回収それをもとにまあパートタイムの仕事の収入が得るのが今日から3年後というふうに分かっておけば今ここで例えば私なんかは200万円。 っていう先行投資をして、じゃあこの200万円を早くな何ヶ月後に取れないとハラハライライラっていうことがないわけです。あ、まあ200万円あの投下して、で多分3年後にはだっ年収いくらいくらになって、5年後にはいくらになって、7年後にはこういう億単位のお金になってとか,とか頭の中であるから、今それを 今日は逆算をしていってでこの1年間私は大晦日までに大体のことがわかるようになっているでそれをまた今度は1ヶ月ごとに落とし込んでいくということですねですからこうやってあの手帳ですよねそういったものもあ,のあれ言いましたねなん,だなんだっけな「ガントガントチャート」「ントチャート」ですね こういう感じのガントチャートもちゃんと作って自分でやっているこういう感じで皆さんちょっとだけ毎日ちょっとずつ自分を変えてみましょうそうすると1年後3年後5年後7年後にはあなたも自分でも驚くようにあなたの人生変わってると思いますあ,あ、宮子さんもありがとうございます今日見てくださいノースリーブなんですけど今日のロサンゼルスはとっても暖かくて、えー、最高気温が 22度から24度、まあ、ロスっていつもこういう感じなんですねとっても年中通して快適これを地中海性気候っていうんですけれども世界中地球上でこの地中海性気候のある土地っていうのは多分1割ぐらいしかないらしいんですよ。でその1つが、まあ、地中海、 なんですけどそれからこのロサンゼルス南カリフォルニアということでやっぱり私はどこに住みたいかもう寒いのは苦手だしあまり暑い赤道直下も苦手でこうやって年中温暖なだいたい20度から25度ぐらいのところに私はいたいんですねだから見てくださいノースリーブででも我が家は年中20度から25度っていうとどうですエアコンがないお家なんですよエアコンがなくても 過ごせるちょっと寒いなと思えば何か羽織ればいいっていうこういうところに私は選んだ私は選んでどこに住みたいかっていうのを自分で選んでるわけです。で誰と付き合いたいかどういう仕事をしたいかどれだけのお金を稼ぎたいか全部自分で選ぶんですね。だかからら皆さんももこれれ間シリーズででやっていますす今日が5日が目ですけれども あの私にこうやってててついいてきてください毎日少しずつ本当にちょっとずつだけあなたを変えることによって30日後ちょうど私のこのライブが終わるバレンタインデーあちょっと過ぎるかなそんな感じであの一緒に変わっていきましょう。またさらにもっと詳しく いろんなことを知りたいという方は、えっ、ー、と、二月十七日日曜日、東京で行います。ニューヨークからね、今日も今聞いてくださっている優子さんは、ニューヨークから飛んできてくださる。本当にありがとうございます。これはやっぱり優子さんが誰と会いたいかっていうことを心の中で決めて、引き寄せるわけですよね。だから、私もこの時、日本にって思ったら、ちょうど優子さんとこの波動というか、タイミングが、これなんですよ。ご縁っていうのは。 日本ににてて同じ東京にいいいも来ない人は来なな人はこれはもう会わなくてもいいご縁なんかどうでもいいって思ってるわけでその方はやっぱり今まで通りのご縁の方と今まで通りの人生を暮らしていたらいいわけですそれから2月25日月曜日日曜は大阪でもしますもう大阪のニッシーさんにも本当にお世話になってこれも彼女と12月に偶然たまたま あって息統合してこういうご縁になるんですねですから皆さん人生変えたいと思ったらまず付き合う人を変えましょうご縁を自分から変えていきましょうはい今日は以上ですではまた皆さん明日ごきげんようさよなら